野さんの宇宙ワクワク感動教室。この番組はソニーのスタースフィアプロジェクト宇宙感動ナビゲーターのコスモさんが、子供から大人までみんなに宇宙の楽しみ方や素晴らしさをお届けする番組です。皆さんこんにちは。ソニーのスタースフィアプロジェクトで宇宙の素晴らしさを分かりやすく届ける仕事をしている宇宙感動ナビゲーターのコスモさんです。皆さん、宇宙ワクワク感動教室ご覧いただいてありがとうございます。さて今日は、初回ということでエピソード0、番組の概要について皆さんにお届けしていきたいと思います。このシリーズは私コスモさんが、みんなに宇宙のさまざまな楽しみ方や感動ポイントをお届けしちゃうという番組です。子どもたちやファミリーを中心に、大人の皆さんも含めて、今宇宙がちょっとだけ好きという人から、もうすでにね、宇宙が大好きな人まで、いろんな人が楽しめる番組をお届けしたいと思っていますので、ぜひですね、自分には関係ないと思わずにご覧いただきたいなと思っております。宇宙はね、誰でも見上げれば触れる、ね、空の上にある身近な存在なんですが、宇宙って聞くとこう科学だとか技術だとか、ね、なんか難しそうだと思ってしまっている人が多いと思うんですね。この番組はそういう宇宙がね難しそうだなと思う人たちにとっても気軽に、ね、その素晴らしさが分かるような番組にしていく予定です。こちらね、基礎編、宇宙を知ろうでは、宇宙、地球、ね、月とか星々、人工衛星などをテーマに宇宙の素晴らしさ、感動ポイントを、伝えていきたいなと思っております。で、応用編、宇宙を楽しもうでは、基礎編の内容をベースに、宇宙から、地球を撮影する体験ですとか宇宙旅行の楽しみ方など、さまざまな宇宙の楽しみ方についてお届けしていくので、皆さんどうぞお楽しみに。はい、さあ、番組のね、概要をご紹介したところで、ナビゲートする私コスモさんのことについてもちょっと自己紹介させていただきたいなと思います。ダンとこちらね、写真が出てきました。コスモさん、これ子どもの頃のね、ちょっと恥ずかしいんですけど写真なんですが、宇宙飛行士のね、人と一緒に撮った写真があります。子どもの頃から宇宙が大好きで、宇宙のことをね、ずっと仕事にしたいなと思ってまして、大学でこうロケットのね、宇宙の勉強をしたりだとか、こちらはあの天体望遠鏡で、子どもたちに、宇宙の素晴らしさを教える 天文指導員の仕事をボランティアをねしたりしていました。で、大人になってからはね、宇宙の仕事をする JAXA という宇宙機関で、宇宙ステーション、これやっていた時の仕事ですね。皆さん宇宙兄弟とかでこうフライトコントローラー、ね、宇宙飛行士とお話しする仕事あると思うんですけど、こういう仕事をしたりとか、人工衛星の仕事をしたりして、今はね、このソニースタースフィア、 JAXA の仕事をしつつ、このソニーのスタースフィアプロジェクトで、宇宙を身近にするための仕事を進めています。宇宙が大好きでね、宇宙の、この人生の半分ぐらいが宇宙で占めているような、そんな人間です。ぜひね、コスモさんならではの宇宙の感動ポイントを皆さんにお伝えしていきたいと思ってますので、これからどうぞよろしくお願いします。はい、さらにですね、この番組では皆さんに宇宙のことをよりリアルに感じてもらうために、実際に今宇宙にいる仲間の力を借りて進めていく予定です。その仲間というのが、スタースフィアが打ち上げた人工衛星のこちら、アイちゃんです、ね、この写真で出てくるこの人工衛星なんですけど、今日はね、ここに実物大のアイちゃんの模型も置いてます。これ実物大です。どうです皆さん、ね、結構ちっちゃいですよね。普通人工衛星っていうとすごく大きいものなんですが、このアイちゃんは超小型の人工衛星といっても、この大きさでね、ここに見えるかな、カメラがついてるんですけれども、宇宙を今ぐるぐる飛んで、スタースフィアのために仕事をしてくれています。皆さん、このアイちゃんのことは、これまでね、どこかで聞いたことあるでしょうか。私たちね、このスタースフィアは、JAXA の協力のもと、
ソニーがこのカメラの部分を作って、あとはこの人工衛星が得意な東京大学と協力をしてこの愛ちゃんを作りました。そしてこの愛ちゃん、2023年の1月に、アメリカからロケットに乗って宇宙に打ち上げられました。今このね番組収録しているのは2023年の10月なんですが、まあ、今時点でも、1日15回地球の周りをぐるぐる回っています。はい、さあここでコスモさんの宇宙ワクワククイズということで、皆さんにちょっと質問してみたいと思います。この人工衛星愛ちゃん、何のために宇宙に行ったでしょうか。どうでしょう、皆さんちょっと考えてみてください。このね愛ちゃん、こういう質問するとね、皆さんここにカメラがついてますので、例えば雲を撮ってね天気予報に使うんじゃないかなとか、JAXA のね衛星とかに多いこう地球を観測する衛星なんじゃないかなとか、まあ、こう思う方も多いんですが、実は愛ちゃんすごくユニークな使命を帯びて宇宙に行っています。はい、答えを言うとですね、なんとこの愛ちゃんは宇宙を身近にするため、皆さんに楽しんでもらうために宇宙に行ったんですね。はい、こういう感じで、まあ、みんなの目となり、この愛ちゃんの愛っていうのはこう英語でね目という意味ですが、みんなの目となって、まあ、こういうふうにパソコンから送った信号で写真をパシャッと撮ってみんなに撮ってくれる、こういう人工衛星です、ね、こういうこれ実際に愛ちゃんが撮ったねこの辺日本が写ってる写真なんですが、まあ、こんな写真を、みんなのために届けてくれる人工衛星です。愛ちゃん含めた人工衛星の話はエピソード2の方で、詳しくご紹介する予定ですので、そちらもお楽しみにしていただければと思います。ということで、まあ、この番組では実際にリアルに宇宙に行く愛ちゃんを絡めながら、宇宙をリアルにお伝えしていきたいなと思っております。はい、で次にですね、まあ、この番組のタイトル宇宙ワクワク感動教室となってますが、ただねこう宇宙について、知識をこう、まあ、図鑑に書いているような知識とか科学とか技術を、皆さんに伝えるということよりもですね、この番組では宇宙の感動ポイント素晴らしさについて、お伝えしていきたいなと思ってます。ちょっとここでね、感動ということを考えていきたいんですが、皆さん感動ね、どういう意味か考えてみたことありますかね。漢字で感と動と出てますけども、まあ、これ漢字を解説するとですね、動くっていう漢字と、まあ、感じる、まあ、この感じるって漢字には心が書いてますね、まあ、心が動くということ、まあ、辞書的に言うと深く感じて心を動かすことが感動だと言われています。皆さんどうでしょう、最近感動したことってあるでしょうか。ちょっと思い出してみてください。どういうことで感動したかな、まあ、深く心が動いたこと、ね、ちょっと思い浮かべてください。まあ、コスモさんはね、まあ、最近もうコスモさんあの感動教室のナビゲーターなんで、めちゃくちゃこう感動しやすい人間です。いろんなことに感動しますね。まあ、美味しいもの食べても感動するし、最近はスポーツの試合を見て感動したり、ね、映画を見て感動したり、ね、すごい履き心地のいいパンツを履いて、感動したりですね、まあ、こういろんなことで、感動しております。ね、この感動深く感じて心を動かすことなんですが、まあ、ちょっとねこの感動の種類っていったものこれいろいろあるんで、みんなで考えていきたいなと思います。ね、例えばこう込み上げる心にしみる、これ映画的なもので多いですかね。優しい、ありがたい、ワクワク、心が躍る、ね、宇宙とか結構こう、ね、ワクワクする人も多いと思います。やった嬉しい、ね、コスモさん、愛ちゃんが打ち上がって最初の写真が来た時はこんな気持ちになりました、ね、写真を見て綺麗だな、美しい、ね、かっこいいなと思って感動すること、すごい素晴らしい、ね、美味しいも食べてあります、まあ、宇宙だと、ね、なかなか美味しいはないかもしれない、なるほど面白いな、こうね新しい知識を知っての感動もありますし、びっくりしてね感動することもある、あとはまあ安らぐな、癒されるな、逆に悲しいな、せざ、まあ、ここはね全部網羅的に書いたというよりはあくまで例なんですが、こんなにね感動もいろんな種類があります。でこの番組では宇宙の感動ポイントをお伝えするってことなんですが、まあ、宇宙で感動できることといってもね、地球の景色が綺麗だなとか、
あ、この人工衛星ってかっこいいなとか、もういろんな感動があると思うんで、ぜひですね、そういろんな感動ポイントをこの番組を通じて楽しんでいただければと思います。で、各番組の最後にはですね、毎回コスモさんの感動ポイントということで、コスモさんが選んだ感動ポイントをハイライトして紹介する予定ですので、ぜひ番組を通して皆さんにコスモっていただきたいなと思います。この今テロップ出たかな、このコスモってるっていう言葉をですね、コスモがこの番組を通じてちょっと流行らせたいなと思ってるんで、ちょっとなかなか、この今ちょっとスタジオの空気も凍りついているんですけど、このコスモってる、売りにしていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。はい、それではですね、このコスモさんの宇宙ワクワク感動教室、今回はエピソード0ということで、番組の内容について、どんなものを、ね、作っていきたいかというところでご紹介してきました。いよいよ次回からは、本番に入っていきますが、次回のエピソード1のテーマは宇宙です、ね、宇宙、これいろんな捉え方があります。これを捉えて、知識出しとか感動ポイントをお伝えしていく予定ですので、ぜひ、ご覧いただければと思います。そしてこの番組ですね、いつまで続けられるのか、これは見てくれた皆さんの応援にかかっております。ぜひこのスタースフィアの YouTube チャンネル、そして、この動画にいいねの方をよろしくお願いいたします。またスタースフィアは、旧 TwitterX のですね、アカウントも持っております。番組の内容、公開しましたとかですね、そうした情報はそちらで、告知していきたいと思いますので、ぜひフォローの方をお願いいたします。はい、スタースフィアプロジェクト、宇宙を身近にするということを目標にしております。この番組もね、そこに貢献できればと思ってるんですが、皆さんね、この番組ご覧いただいている方、宇宙が好きだとか、宇宙にちょっと興味あるという方が多いと思うんですが、なかなかね、こう学校に行ってクラスの友達と話したりとか、周りにね、宇宙の話で盛り上がれる人まだまだ少ないと思います。ぜひね、この番組で多くの人に、宇宙のことに関心を持って、面白いな、素晴らしいなと思ってもらって、みんなで、この宇宙のことを楽しむ、そういう世界を作っていきたいと思います。ぜひ、ご覧いただいている皆さんも学校でね、この番組のこと、お母さん、お父さん、お母さんであれば職場とかママ友さんにも、ご紹介いただけると嬉しいなと思います。はい、いろいろとご紹介してきたコスモさんの宇宙ワクワク感動教室ですが、エピソード0、これで終わりたいと思います。ご覧いただきありがとうございました。また次回、お会いしましょう。さようなら。